行くぜー。うわーすげえ、なんか使っていくのはギズモモモンジャドラゴンキッズ HP がもう不安でしかない。こっからだよ、自分がさいつも苦戦してる、生放送でも動画でも苦戦してるエルギオスをこのミニモンチームで勝ったらすごいよ。よけろよけろよけろ、ピロリピロリ、耐えろ耐えろ耐えろ、うわー。大魔王戦では不甲斐ない、負け方をしてしまいましたが、対人バトルロードにてね、このミニモンチームがおしゃれ着をつけた状態でどこまで頑張れるか、ちなみに相手の方はおしゃれ着ね、もちろんからすっぴんです。はい、まあ、おしゃれ着でガッチガチに固めてね、HP も240?240?、ね、HP も2400というね、部類に入ってますね。ミニモンとしてはかなり高い部類に入ってます。ギズモとか入ってますからね。ギズモ入って2400はかなり高い部類ですからね。さあ、ミニモンチーム、いざ出陣。対人で光を。いけー、よいしょー。なるほどね。さあ、相手の賢者チームはとりあえずね、ビルプリスターとかは狙い目ですね、確かに。さあ、連続ですね。あー、いや、火に強えな、みんな。デインの方がいいのか?こういう時は。ただね、ミニモンチームにとってもういきなり厳しいことなんですけど、この呪文が飛んでくることですね。回避率が、ね、回避率が高いミニモンなのに、呪文がやたら飛んでくることになっちゃいますんで、ちょっとね、戦いとしては、厳しいブル、全然効かねえんだけど、150にしか効かねえんだけど。いやー、これ厳しいな。でも、ヒャダレコンとかに対しては、モモンジャギズノ?うまいこと、ね、全体呪文とかに対しては大丈夫なんだけど、エビプリストが、メラミをモモンジャにぶつけてくるとまずいって感じですね。で、キューマジンに関してはまあ、ここはミニモンの出番です。ピロリカモン。ピロリカモン。全員食らったわ。見事に全員食らったわ。さあ、ただ、ミニモンチームまだ全然勝機ありますよね。ミニモンチームの下克上といきましょう。まあ、なんだかんだ言って、こんなことしなくても、ミニモンチームの草原森とかのやつらは、比較的いい成績を大会とかでは残してますね。ミニモンだけのモンスターマスターっていうのはなかなかいなかったけど、それでもね、回避率とかに、素早さにね、かけて、会心を出したり、避けたりして、逆転勝利っていうのも結構見られた光景です。ね、ミニモンチームもその光をね、当ててほしいところでございますが、うーしゃー、おいー、こうやって外れていく。ヒャダルコダテの方がいいのか?いや、でもここで HP をね、ちょっと返したのでかいけど、エミルプリストのね、メラミが重要です。モモンジャに飛ぶとね、悲惨なことになります。おー、オッケー。ギズモならオッケー。全然大丈夫。ギズモとドラゴンキッズなら大丈夫です。モモンジャにメラミ飛ぶと偉い目に遭います。デインよいしょ!いいとこにやったー、かなりいいとこにやったね。鉄球待ちに並ぶには全然いい。さあ、HP ほとんど返せる。勝てるかこれ。あー、ここ食らうか。あー、ここ食らっちゃうか。じゃあ、もう本当に互角まで並びました。ここはね、お互い3ターン目は攻撃系で参りましょう。さあ、向こうギガ全員落としてくるぞミニモンにとってやっぱ固定ダメージで痛いな。せっかくの耐性とかさ、回避率が息しないもんな。さあ、ギガスタチューちょっと怖いな、これ。大丈夫か?よし、いったいったいった、性能盾。2P チーム性能盾持ってるからよく感じた。ここで、ワンチャンね、ミニモンチームは早いから、このターンで決めてしまえれば、でかいかも。あ、いけんじゃないか、ワンチャン。連続ブレスか、連続ブレスか。ギズモが動いてデインで勝てる。さあ、ギズモが先に動いて、ここで、お?これ決まるか?雷の神経フーリーソソグー、よいしょー、やったーよくやったよ、すごいすごい。ミニモンの素早さを生かした。ミニモンにはミニモンを、お次は勇者とミニモン、森レンタルチームでございます。なんかどっかで見たことあんな、このチーム。さあ、ミニモンにはミニモンのということでね、シールド小僧がちょっと鍵になってくるかもしれないですけどね。さあ、行ってみましょう。さあ、光の弾をセットし忘れてたのが今、ガバいける。さあ行きましょう。ただ、もしかしたら打点としては一つ目ピエロがいたりするから、さっきの時より、溜めやすいかもしんないね、あのダメージが。ただ、向こうの勇者チームは森レンタルチームも入ってるんで、3ターンで勇気を貯めることが可能なチーム。つまり、タイムリットは3ターンです。シールド構造とかでホイミで1回粘るぐらいの勇気の余裕があるんで、おお、バカメラミ打点大事だな。メラミが鍵になってくるな、本当に。モモンジャがね、耐性はいいんだけどな。
生地炎の匂いがね。おー、いや、シールドこそいっちゃダメだ。3ターンで削らないといけないからね。で、王者の一戦とか、ビビリギリが回数率高いから、もっと早くね、勇気が溜まる可能性もある。いやー、怖いな。もう、ね、2P チームの勇気が半分ぐらいになりますからね、この一ターンで。タイムリットは3ターン。それまでに削れるかどうかっていう。あー、いや、ダメ、全然ダメ。全然ダメなんだよ。あー、ほら、出た。シールド構造、こうやって粘ってくるとね、モンマスはもうすばせできないからね。打点をうまいこと取っていかないと厳しい。かなり厳しいとなります、これ。ギズモいいとこ行った、比較的いいとこ行った。さあ、まだまだわかんない。3ターンがリミットだけどね、シールド構造のホイミが比較的ガバっていくと、ちょっと変わってくるけど。いや、3ターン耐える余裕は、なんだったら4ターンも耐える余裕あるからな。連続ロス。マスターダブスキャン強化してこれだもんな。炎にはみんな強いか。さあ、ちょっと会心欲しいね。そうしないと削れない。うわ、危ない、厳しい、ちょっと厳しいね、これ。勇気量で差がついてるから、素直に粘られる、このままだと。いやー、厳しいか。ミニモン火力はないからね。火力は会心込みの火力みたいなところあるからね。確かに、ドラゴンキッズとかは質の威力が高い技は使えるんですよ。ギズももうデイン、高い賢さらね、デインを使うことはできるんですけど、ちょっと火力にね、まあそこら辺の大型モンスターに比べたら火力には絶対ね、分はないですからね。会心込みかなみたいな。ね、スライムももんちゃとか、会心込みの火力みたいなとこあるからな。全然削れてないな、全然削れてない。タイムリミットは3ターン。ただこのターンでギガデイン使っても1800はどうやっても削れないですよ。普通。こうなると、期待値は王者の一戦はビビリギリを回避する。おお、ここにいた、ここで会心出していく。このターンに相手の勇気がたまらないようになれば大丈夫かな。ピロリしないとちょっと厳しいかな。あー、きつー。勇気溜まるからギリギリ、あれ。ホイミ2回してる分あるから、もしかしたら溜まんないかもしれないけど。いや、ミニモチーム頑張ってんだけどね。頑張ってはいるんだけど、厳しいなこれ。ちょうど勇気溜まるみたいな感じになってる。いやー、ギリギリか？これギリギリかな。これシールド構造次第だな。知ることが外しとかあったら絶対大丈夫。さあ、ビビリギリ、このビビリギリがちょっとビビリギリと思えない重圧感。当たった。あ、これどうだ。ですよね。ああ、そうっすよね。いやー、ワンチャンあったんだけどね。ホイミの粘りがなければギガデインでいけた。ただそれができるんだよ、この、あの勇者パーティーは。ちょっと強かった。いやー、惜しかったな。お次はね、モンスターマスター同士でいきます。さあ、これはどうなんだろうな。やっぱミニモノイとか回避率だから、今回は、その回避率が存分に活かせる場ではあるし、死神貴族がデインに弱いこともあるから、ワンチャンあるかもって感じですね。死神貴族のデインに弱いし、まあ、そこそこ技の通りはいいと思うから、こっちも。ね、回避率活かせれば、ワンチャンあります。さあ、ジャンプ切り。よいしょ！あー、暗くっちゃう！あー、やっちまった！忘れた頃にやってくるものが。待って、忘れた頃にやってくるのやめろや。忘れた頃にやってきたな、ジャンプ切りの麻痺。幸先悪いなぁ。好きだね！くぅ！ギズモもドラゴンキッズも確実に狙うとは限らないからな。さあ、煉獄斬りがこれ当たりどころ大事です。モモンジャーがまずい。モモンジャー、モモンジャー、モモンジャーじゃダメなんだよ。モモンジャー受けてくれ。突進突き。モモンジャー受けてくれ。コドランかギズモ、まあ、モモンジャーだけ投げ体制ないみたいなもんだからな。ないんだけど、まあほとんど。いやー、デイン落とした方がいいな。ドラゴンライダー全然効かねえ。本当に効かねえな。こんなに効かんもんか。いやー、ちょっと1ターン目ちょっと幸先がかなり悪い出だしになっちまった。まだでも全然まだ大丈夫あるよ。うわー、ちょっと待ってくれー、待ってくれー。
やばいってこのままじゃこのままじゃやばい、普通に押し切られるやばい、この連攻撃当たったら終わっちゃう多分。あ、でも分かんないか、まだ。うわー待って、いやーもうきつい、もうきついのではこれって。え、ちょっと待って、もうきつくない？あっ来た、いやいやいや、コドランの賢さじゃ、こんなもんか。ギズモがデイン打点大事。てか、なんでおめえら早いの？まあそれは向こうも早い方だけど。いや、モンスターマスター同士で負けるか。よっしゃ、ここで返す、ここで返していく。このデイン打点大事。はい、デイン、よいしょ、よいしょでもこんなに頑張っても、こんなに頑張ってもダメだ。もうこうなるとね、これしかなくなっちゃうんですよ、この選択肢は。でもワンチャンあるんじゃないですかね、まだ。同じデッドラインみたいなもんだから、まだワンチャンある。全然ある。まだ全然。ここから怒涛の回避もあれば。まあ、ここでギガデインで倒れるのは仕方ないわけですよね。で、天使の歌するわけですよ。ここから大事。まだ大丈夫。まだいける。まだ参る。君たちまだ参るよ。格上に勝て。モンスターだけには格上だ、向こうは。ジャンプ切り避けろ、ギズモン。うわー、ギズモ食らっちゃった、雲が吹っ飛んできた。でもまだ耐えてる、まだ耐える。ひどい切り、これ拾いチャンス、拾いチャンス、そろそろピロって、うわー、ピロったけど、ギズモがピロった。まだ。あー、ここで水鉄砲になっちゃった。でもワンチャンある、いい。打点は、あー、ピロられてる。やばい、避けろ、おー、来たー、ワンチャンある、全然ワンチャンある。ここからあるんじゃないか。あー、ないな。ヒートアップするやつがあるか。なんでヒートアップし始めた？あー、ほら、もう全然効かない。削り合いだね。ただ、ミニモンチームは素早いから、もしかしたらある。ただ、向こうにはピエールがいる。向こうにはモンスターマスター称号のピエールがいる。ってことは、向こうのピエールとこっちのスパイス勝負だ。でも多分ピエールが早いぞ、これ。ピエールが早すぎる。ダメだ、ダメだ、ピエールが早すぎる。いきますか、行きますか。うわー、いったスペシャル機上戦急行ライダースペシャル発動。いざライダーたちが宙を舞い大空へ、かける橋の上に虹かかるさようなら。あー、いい戦いだったのにピエール先生が強すぎた。おしゃれ着であのような失態を犯してしまったミニモンたちに、鉄槌下る。ちょっと。このね、対人バトルロード、名物。無道の登場です。でもおしゃれ着こんなにガチガチにしたのにさ、なんか、おしゃれ着もしてないチームにボコボコに負けてるのはちょっと悲しかったよ、俺。というわけで、登場、無道です。もうめちゃくちゃですよ。ここに来たらもうとことこんやろ。ね、対人バトルでね、4戦目に必ずこの無道が、ハーゴンが光るんですけど、もう名物になってんじゃねえか、それ。名物ですね、もう。まあ、デインがね、多分、モモンジャにしか行かないと思いますけどね。ですよね、モモンジャ250打点か。もう、切り裂きピーロに打点を取られる時点できつい。あのね、武道の何がめんどくさいかってさ、あーもうダメ。耐性の少ない雷呪文、耐性持ちの少ない雷呪文がさ、一人でも通ってたらそいつ狙われるんですよね。せっかくギズモとドラゴンケースが雷耐性持ってても、モモンジャ一人で耐性ないだけでこうなる。そしてメラゾーマがおかしい。でもドラゴンケースとギズモいるから平気じゃないかなと思った。そこの皆さん、モモンジャが炎弱点。192。192。終了じゃねえか。どうやって勝つんだよ。もうどうやって勝つか分かんない。しかもこっちはピロリロ活かせないさ、呪文でしょ。何、どうすりゃいいの。爆発に対してはいいんだけどな。うわー、もうよりにもってデインも効かないしね、全員。誰一人デイン効かないんだもん。もう絶望っすよね、ここまで来ると。もう確定命中の呪文をポコ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 打たれただけなんで。まあ、流れるようにミニモンチーム負けていきます。これを状況を打破するためには、打破するためにはどうすりゃいいんですかね。僕には分かりません。
グリーンガム適正もこのチームないしさ。ちょっと待って、次のターンでもう負けるんだけど、このまま行くと。こっちの打点も全然取れてないんだけど。あれ、ミニモンって何だったの？なんかさ、モモンジャ、ドラゴンキッズ、ギズモってみんな強かったんじゃないの？なんか、あれ、モモンジャなんでこんな戦犯してんの？なんか、モモンジャがいることによって、なんかすごい大きな戦犯になってる気がするんだけど。モモンジャがデコイになったり、避けなかったりさ、炎で焼かれたりさ。なんか、結構ひどいんだけど。え、モモンジャなんかした？お前。なんか、そんななんか、悲しい目にあったの？モモンジャー。次のターンでやられる。次のターンでやられてしまう。なんか状態異常かけよう。ちょっと差がついただけだ。これだ。切り裂きピエロに効く状態異常なんてほとんどねえよ。このターンを耐えればワンチャンある。ミレイユさんの天使の微笑み、ああ癒されます。で、この状況をどう打破したというのかね。それで、君はこの状況をどう打破できたと考えるのだね。400なんだ。ああ、もうダメだ。あ、終わった。おお、やべ、終わったか。あれ、終わったかこれ。もしかして。ミノゾマ飛んできたけど。終わんのミニモンの夢。うわ、おお、21で耐えた。まだ。まだあるよ。まだあるぜ。まだあるぜ、ほら。まだある、まだある、まだ。諦めちゃいかん。ここから怒涛の逆転できと思ったんですけど、相手が特技とか物理なともかくさ、呪文しか打たないような相手の中でどうやればいいですかね。マジバリ貼ればワンチャンあるかもしれないけど、マジバリ貼ったところでやもんな。これマジバリ貼ったところでみたいなとこあるもんな。んで、いやー、ギズモたちの打点が通らない相手なんだもんな。相性最悪じゃね。てかギズモとかコドランたちのさ、あの技が通んないのに、向こうの技だけポン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 通るんだから、それ相性悪いわな。ああ、待って。二度目はない。二度目はないぞ。メロゾーマだ、暗い。小さきものよ。いい夢見たわ。ありがとう。モモンジャなんか悪いことしたよ。